こんにちは、こんばんは、ギョテーナです。眉毛綺麗すぎるってありがとう。眉毛描いてないすっぴんだから眉毛描いてないよ。眉毛そんなないよ。描いてないです眉毛描いてないです。すっぴんなんで何もしてないです。15分だけやったら終わりにします。え、描いてないよ。やばいでしょ。描いてないから薄いでしょ眉毛絶対。はずいはずい。レッスンの時はメイクしない、全くしない、まあ、たまにしたりもするけど基本しないかな。あの早いんで朝早くない時とかはあれだけど、今日みたいになんか早い時とか、なんかレッスンが早くない時では TikTok 撮ろうとか思った時とかはメイクしたりとかするけど、あの朝早いからメイクしない。レッスンの時は仕事の時にメイクしちゃうから、なんかそう休憩タイム、んあの休憩タイムです。肌のちょっと水とジュース、えで痛いっす。そう、お休みをねさせないとよろしくないんで。マスクは買いました買った、ネットで買いましたそう、もうなかったんでマスクが、ネットで買いましたよ。マスクないと花粉症はもうきついんです。花粉症きついんですよ、もうマスクないと。だからこの時期はね、すっぴんにマスクが一番助かる。もうマスクして予防してるじゃん。で家帰ったら顔洗って花粉を顔の周りから落として、したらくしゃみも出ないし OK じゃん。メイクしてるとさ、マスクあんまりできないじゃん、やっぱよれちゃうから。だし顔を家帰っても洗えないからさ、全部落とすんだったらいいんだけどさ、全部落とさないんだったらさってなっちゃうじゃん。だからすっぴんが一番ね、花粉対策には意外にも一番最適かもしれない。今日マジ風強いですね。うん、本当に風強いから大変。そう、家帰ったらすぐ顔洗えるんでいいですよね。なんかメイクしてる時とかだと、家帰ってさ、例えばじゃあ家帰りました、ショールームする、せっかくメイクしたんだったらメイクした顔がええな、ショールーム洗えないじゃん。ショールーム終わってからメイク落として顔を洗うじゃん。これだとすぐね顔が洗えるんですよ。家帰ってきてすぐ手洗いうがい顔洗いみたいな感じで最高じゃない。すっぴんだとねそうできるからいいんですよ。キャップ飛ばされないんでね。このキャップ私のキャップじゃないの、私の妹のキャップ、あっあん枯れてきた。そう、でも私のキャップを妹はずっとかぶってたから、あの別にいいでしょっていう感じで借りてきました。そう、いつも私のキャップを借りてたんですよ。ヤシヌがいつも使ってる黒のキャップが使いすぎてすっごいクタクタになっちゃって、そうクタクタになっちゃったから妹の最近の帽子です。借りてきた。
そう、やっぱね、なんだかんだ私レッスンが LA のも私のじゃない、私のじゃない、あれも妹の、私が持ってるカーキーのさ、ニューエラのキャップ知ってるかな、みんな。カーキ色のやつ、あれは私のなんですよ。でも私結構レッスン着とか黒が多くて、だから黒いキャップがすっごい好きでずっと使ってたのがあったんですけど、ボロボロになっちゃって、そう、なので妹のを借りました。珍しい、私が妹のを借りるなんてマジめったにないから。妹は基本私の服で、服なりなんなりを着ているんですけども、私が逆に借りるって本当にめったにないから、珍しくね、かぶってます。そう、黒色の帽子ね、重宝するよね。一番ね、まあ、やっぱ黒と白が一番重宝する。そう、黒白がね一番重宝するなと思うし、夏はね結構あの可愛い服とか着てキャップ着るときは後ろがねリボンになってるキャップがあるんですよ。あのキャップすごい可愛くて好きで、でレッスンとかの時はあのね、シュプリームってここに書いてるちょっと素材がさ、シャカシャカした素材のさキャップあるじゃないですか、あの夏によくかぶってるやつ、あれがね夏はねお気に入りです。私的に黒とかもかぶるけど、素材的にねあのシャカシャカしたのが、で白だしシュプリームで可愛くて、結構あれは去年の夏使ってた。そう、あれ可愛いでしょ。そうなの、あれをよく使ってて、まあまだねそこまで暑くないから黒い帽子をよくかぶってます。まあもう黒はね夏でも黒かぶるけどね、全然、うん、全然私はかぶっちゃうんですけど、まあ、服によるかなって感じ。すごい結構服に帽子も合わせちゃうから、そうですね、バケハも被るし結構。でもねバケハはね冬の方がね被ってるかな、どうだろう、うん、そう、なんかいただいたものとかも結構冬のものが多くて、冬はよく被ってる。夏のやつはね、私が何年か前に買った白いバケハを、まあ、結構被ってるかな、うん。あと冬はさ、あのよくなんだろう、こういうストーンってなったさバケハが流行ったじゃないですか、ファサファサ素材の、私かあの買ったやですけど、今年このストーンってなってるやつもこの冬はお気に入りでした。結構かぶってたかな、おしゃれな服を、私服を着るときによく、あれはすごく良くて、個人的にそう冬に買って正解だったなと思う帽子でしたね。でも私あのマレーシアに行っちゃうので、夏なのであっちはもう、ああいうあの結構モコモコのあったかいバケハだったりとか結構買ったんでしたんですけど、はもう持っていかないので、妹がねいっぱい使うでしょう。妹はね日本にいるので、そう妹にあの使わせてあげようと、まあ言わなくても使うけど使わせてあげようと思いますね。私は夏なんであれは被れないので、一年中夏なので、夏の帽子を逆にね変わったりとかしないといけないけど、でも夏、今まだ夏じゃないから、でもまあそろそろ秋服とかが店頭に、夏秋服とかが結構出だしてるから、そうそうそう、夏服仕入れてあっちに持っていかないと。あっちは夏なので、そうなんです、服がね季節的に違うから、でも真夏だから半袖系のものをね買ったりとかしないと、うーん、思います。うん、そうですね、冬服はいらないです、一年中夏なので。そうだね、ずっと、うん、夏だから本当に真っ黒になりそうで本当に嫌なんだけど、私すぐ焼けちゃうくてすぐ黒くなっちゃうので、そう、あっちで買えば、いや日本から持ってく、買って持ってく、だってさ、だってマレーシアにマルキューとかルミネないもん、
そうないから、あの自分の好きなお洋服のブランドさんとかがないから、冬は持っていかない、あ夏は持っていかないと、持っていかないとだけど、でもそんなに持っていくほどの、いやマジで生活するってなるからめっちゃ荷物持っていかないといけないんだけど、服とかだけどね、そんなキャリーバッグに入るんかな、絶対入らへんやろうな。うんって思うねんけど、どうなんでしょうね。まあなんか生活用品はあっちで買うんですけど、服とかはどうやって持ってこうって感じ。まああとはもうネットで買うしかないよな、ネットで。え、ネットで買うってさあるんかな、私海外でネット使ったことないか分からんけど、変わらんよな別にどこで買おうが、ネットってネットやもんな。しやんな、ちょっと高いぐらいかな、郵送料みたいなのが。どうしてもえ、ゾゾタウンとかでさ、例えばじゃあお買い物するとするじゃん、郵送料かかるよね絶対、高そう。じゃあやっぱり服はいっぱい持っていかないとだな。全世界可能だって、あそうなの、アマゾンは可能なんだ。おお、あ海外発送してるかどうか、送料高いんだ。もうだから送料さ、そのさ持ってかないといけないものがいっぱいあるじゃん。でも本当にどうやって持っていこうかな、送料絶対かかるやんね、いっぱい。確かにな、キャリーバッグ、1週間用のキャリーバッグに入るかな、全部絶対無理だよね。いやいや服はさある程度持っていきたいんよ、まあ、最小限でいいんやけどさ、持っていきたい。なぜならばだって私マレーシアにマルキュールミネないもん、自給本服はマルキューとルミネで買ってるから、他の生活用品はあっちで買います、とりあえずあっちの方が安いんできっと物価はね。そうだけど私はなんかそのファッション的な問題すごい気にしてるよねお洋服とかね、やっぱりそうファッション的なねものをとか、なんかどんな感じって感じ。ユニクロはありますよ、ユニクロはあっちにもあるある、ドンキとかもあるし、なんかダイソーとかもあるって言ってたんで、その辺はいいんですけど、その他のものですよね、やっぱりおしゃれし、おしゃれするんで。でも一生ラスン着かもしれん、もはや T シャツとズボンと、ズボンもか、ズボンもな。いやでもユニクロとかで買うよりな、なんか意外にもっと安く買えたりとかするからな、普通ネットとかで探したりとかすると。そう、マジで大都市ですよ、めちゃくちゃめちゃくちゃ大きい都市ですから。いやー本当に、でもなんかそろそろ考えないと、本当に時間がないから、本当にもうあと本当数ヶ月、数ヶ月というかもう本当にすぐだから、考えないとギリギリになってずっとバタバタしてるからなってってなったら大変だからね。キャリーバッグ2つぐらい持っていこうか。そう、段取りがその大変なんですよね、いろいろとやらないといけないことだったりとかもあるから、どうやって持っていったらいいんだ、服とか。難しいね、うわーとか言ってるうちにね、やっちゃうから。てか海外のさあれアンペア違うからさ、
そのなんかアップルとかのさ携帯とかもいいとしてよ、アイロンとかね、ドライヤーとかさ、アイロンとかドライヤーとかを、あっちで買う？あっち電気屋さんあるんかし、あるやろうけどさ、もうあっち用の買う。一応ね、私変圧器買ったんですよ。去年マレーシアに行った時にアンペア違うからっていうので変圧器を買って、それで過ごしたんですけど、あの部屋買った変圧器マジどこ行ったんだろう。自分でね買ったのにね、どこにしまったか本当に覚えてないんだけど、本当に覚えてないんだけど、どこにしまったかな自分。わざわざ買ったんだけどな、何のために買ったんだ自分。ウケる。そう、変圧器なんかどうしよう。なんかいや、買う向こうで、わざわざまたまたドライヤーとアイロン買う新しく。なんかその無駄な出費嫌いなんだよな、ユリナ。そう、持ってく、持ってって変圧器。いやー、どうなんだろう、なんかどっちの方があれいいんだろう。誰しか買った方がいいと思う。まあそういうもの、そういうものか。いやだって家にあるんだよ、わざわざさ買うのまたってなっちゃうじゃん。家にあるのにまた買うのって、どんだけ買うねんっていう。もう家がコテだらけになって家がコテだらけよ。そう、どうなんだろうな。なんかその辺もわかんないや。何にもわかんないの、とりあえず今んとこ何にもわかんないからな、とりあえずな行くってことしか決まってないから、とりあえず行くけど、なんかその辺大丈夫かな、なんかどうやってしたんだろうね、わかんないですけどね。まあなんかマレーシアは日本の食材を売ってるのかわかんないですけど、日本食もすごくいっぱいあって、ご飯もすごく美味しくて、そうすごいね、本当に栄えててね、とってもいい場所です。いろんな人に本当にいいところだよってすっごい言われてて、そうめっちゃいいよ、超住みやすいよって、そうめっちゃ治安も良くて、ご飯もすごい美味しくて、そうすごいいい場所だよって言われてる。だからなんか日本っていう本当中心都市みたいな、六本木とかなんかその辺の感じらしいです。そう、だから本当に自分が気にするところで言ったら言葉の壁だけだと思います。本当に本当に言葉、まあ、正直言葉が喋れないと本当何にも始まらないんだけども、本当に言葉ぐらいかな、心配することといえばっていうぐらいです。本当にそう、
やっぱ英語ですかね。英語を勉強するかマレー語を勉強するかですごく悩んでて、あの同時進行に同じ言葉を勉強するっていうのは絶対にやめた方がいいと思うんです。二頭追うもの一頭追えずって言うから、やるんだったらどっちかだけをやっぱり一生懸命勉強した方がいい。なんかね、英語マレー語中国語がだいたい三角語、これが主になるらしくて、ってなったらまあ英語がやっぱり一番世界共通になるからいいのかなと思うんだけども、まあでも多分あっちのファンの人だったりとか一緒に活動するメンバーは多分マレー語で喋るから、でもマレー語もやっぱ必要だなと思うんですけど、でも英語もいやむずいね。え、英語私最も苦手な5カ国語で一番5カ国語教科で一番苦手なんですよね。だから本当に頑張んないとマジでさ。なんか私最近すごくそのマレーシアに行くことが決まってから、まあ東京っていろんな国の方が観光に来てくださってるじゃないですか、な時に、まあ、あの海外の方とかの会話にこう耳を傾けてみるんです。あの英語を喋られてる方だったり中国語を喋られてる方だったりとかこういらっしゃるじゃないですか、電車の中だったりとかホームとかでこう耳を傾けるんですが、本当に何言ってるのかわからん。なんかね、それこそこの間のタワレコさんのところのやつに外国の英語喋られてる方がいらっしゃったんですけど、名前を教えてくださったんですけど、その方がその名前を教えてくださったことすらも聞き取れなかったんですよ。私はだからすごくお偉い子もちょっと心配になりましたよねいやマジでうわ名前を教えてくれたんかと思って、それが聞き取れなくて、ネイティブだからうんみたいな、そうそうなんです。なんかマレー語はね、なんだろうね、なんかねローマ字読みって言ったらいいのかな、英語の読み方みたいな感じなんですけど、そう本当にね、おおやばい、またちゃんと勉強しとけばよかったマジで。いや学生の頃はちゃんと勉強してたんですよ、一生懸命勉強してたの、ただできなかっただけ、一生懸命勉強してちょっとアホだったっていうだけであって、そうなんだ。中国語もねちょっとやってたんだけど、なんかさ、私ダジャハオしか言えんし、なんか言ったけど伝わんない気がするな。それこそタワレコの時にその中国語を喋る方に、私なんて言ったんだっけな、もうシーファンって言ったんだ、シーファン、私の好きなものはみたいなことを言ったんだけど伝わらなかったやばい、笑い飛ばしたけど、そうねえ中学語もやばいのよ、もしファン、私なんつったっけな、そうなんかそれこそ TikTok に KLP48 の TikTok にあの私たちの動画が上がってて、字幕がマレー語と中国語あって、読もうと頑張ったんですけどちょっと読めなかった。なんか言いたいニュアンスは伝わるんだが難しいのよ。でももううちはもうダジャハオって言っとくわみんなに中国はこれでいくわ、ダジャハオって、もしって AKB じゃなくなるかもしれないけど AKB スシーパーって言って、新天ユリナイって言ってイエーイって言って、うん、なんだっけな、チントートーズチャオみたいな、チントートーズチャオみたいな、よろしくお願いしますだったんだけど難しい、チントートーズチャオチンクラーってサイツェーンってもうこれしか言えない、あーあ
あんなに頑張って勉強したのに。悲しい。そう、ボシイルベレン、私は日本人です。ボチュマルマル、私は何々に行きたい。おしファン、おしべし、何勉強しているんだ。修士か。あ、違う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 。うん？現在、現在みたいな。いいように聞こえるだけよ。そう、あれ伝わったんかな、言葉。うちがあれ、あのさ、サラマ、サラマプタン、マプタン、プタンかな、サーヤ、サーヤン、あー伝わったんかな、サラマ、サラマプタン、なんかカタカナでやっぱ覚えちゃダメなんだよな。サラマプタン、さあやさあやん、ああ、マレー語は今んとここれしか言えないんだけど、頑張ってます。こないだね、英語もね、なんかね、あのね、ノートに書いたんだけどちょっと忘れちゃった。なんかね、あのね、なんかもう一回、あの、もう一回、これはなんて言うんですかみたいな、これもう一回教えてくださいみたいな、なんかそういう尋ねる英語みたいなのを調べてノートに写したんだけど、そう、そうそうそう、そうなの。とりあえず頑張るわ、私は行くまでに。うん、本当にバタバタだわね。やらん、覚えんといけんことがいっぱいあるんだけども、頑張ります。あっちでビッグスターになって帰ってくるわ、マジで。ビッグになって帰ってくるね。ゆうちゃんの言語大丈夫？だいたいこのえへへへで全部乗り切ってきたからな、私は。どうにかやっていこう。いや本当にね、あっち行ったらマジでね、黒くなってね、太らないように気をつけないと。本当に太りそうで怖い。うん、いや、そうなんよ。ご飯が美味しいって聞いちゃったからさ、もうさ、ご飯が美味しいとね、もう本当にやだん。っていうかもう、そろそろ終了にしよう。じゃあそろそろ終了にするね、みんな。ランキング読みます。15分以上やってんじゃない？今何時だろう、わかんないけど5時半とかかな。13、ヤングさん、12、メッチさん、11、ニューネームさん、11、さん、キヤキヒコさん、8、関森さん、7、赤やんさん、6、しんのさん、5、ハルタヨンさん、4、ワイマツさん、リビーのサインポスター巡りしています。ええー、ありがとう。3、サングラスのエイジさん、
にいにきおさん、今日は仕事頑張ってます。おー、えらい、ちゃんと仕事に行ったのね。あー、よかった、よかったよ、頑張ってね。そして今日の第1位はナーラブさんです。ありがとうございます。というわけで今日も見ていただき本当に、ありがとうございました。また明日のねスワルムでお会いしましょう。というわけで今日はもうレッスンも全部終わったんで、イエー、じゃあまた明日の配信で、お会いしましょう。バイバーイ。